こんにちは、札幌占い病室早昔の後藤です。今日からはですね、ちょっとこちらの方で選ばせていただいて、サンプルでいただいたこのアプリへのミドルっていうのが最近大湯さんの方から出たんですけど、今日使うのがサンプルでいただいているモノクロームっていう色をちょっと使っていきたいと思うんですが、モデルさんのベースの根元の柄がちょっと黒いのが気になるっていうことなんで、モノクロームこのまま乗っけたらちょっとあれかなと思ったんで、一回ちょっとベースを整えて、メッシュでこう根元側ブリーチ使わないでメッシュで一回つなげてからモノクローム入れて、実際の色どんな感じの、モノクローム単品だけでですね、どのぐらいの色が出るのかなっていうのをちょっと検証したいと思います。長さは前髪が気になってますね。そうですね、ちょっともう伸びてきてて、はい、ちょっとうねっちゃっててもう邪魔なんでいつもこうかけてるんで、ちょっとこれどうにかしたいなと思ってます。なんかそうそうそう、これ なんかねバグっちゃってます。バグってるでも前髪何かけてんのこれ。いやもう邪魔なんで今かけてるんですけど、本当はかけたくないですよね、こうやって後ついちゃうんで。本当はどうしたの。いや本当はもうパッて下ろしたいです。ここに、あ、じゃあ結構切っていいってこと。いやー切りすぎも良くないですね。そこの辺流してるよ。まあ流してます、いつも。はいはい、前髪はちょっと切る。そうですね、流しやすい。ちょっとこれ、はい、流しやすく切る。今やりづらいのはどこだっけ、前髪は。その先なんかもう、この辺がもう意味わかんない感じ。あ、どこまでかもわかんないんですよね。そう、え、短いからやつから伸ばしたんだっけ。そうです。あ、わかった、だからだ。こっちから持ってきて、こうして、でも、もっと伸びちゃったんで、ちょっと多分、結構切ってたんだっけ、前髪。いや、こんぐらいだった気がします。あ、それから伸ばしてで、そう、こっちからなんか持ってきて、長くしてみたいな。そうだ、やって、無理やりつなげてるから、はい、今回伸びてきたからもうちょっと綺麗なつながりに持っていけると思うんで、はい、もっと落ち着くはずかな、はい、あとちょっとまあ、量量が気になる。そうですね、結構多いんで。あー、そっかそっか。ちょっと、これから涼しくなるんで、うん、ちょっと大体ね、はい、長さとかは基本のままかな。そうですね、基本同じぐらいです。 OK です。じゃあ染めるかな。染めまーすよ。じゃあこれでアプリエでやっていきたいと、アプリエじゃない、まず一回ベース作ってからアプリエをやりたいと思います。はい、今日はアプリエのカラーしっかり見ていきたいので、ライトナーのみ補色は一切入れてないんで、わざとライトナーだけにしてます。はい、まずちょっとメッシュ全体に入れていきたいと思うんですけど、根元のところはちょっとつないでいきたいんで、根元のところがちょっと暗いからそこにちょっと入れていきます。で、普通の通常のライトナーです。リタッチだけリパレットで塗っていきます。結構メラニン色素が多そうなんで、直接アプリへ行こうと思ったんですけど、ちょっと赤っぽくなっちゃうと嫌なので、今これリタッチの部分だけ。嫌な美容師さんはどんな感じ。嫌な美容師さん。ちょっと難しい。いきなり聞ける。いきなり、じゃあちょっとそっつなしにします。あ、でもあるかも。何何入れて。なんか。俺のことでもいいけど。いや、違うんですけど。気づかないでください、そこは。すごい個人情報を聞いてくる人。あー。なんか。どういうこと。結構まず年言ったとしたら、まあ、そこはいいじゃないですか。年を、うん、そしたら、え、どこの高校だったんですかとか。あー、なんかすごい細かく、え、どこに住んでんですか、どこの高校だったんですかとか。それは女でも男でも。女でも男でも。あー、なるほどね。なんかそこまで、うん、話すことね、あんまないんだよ。まあ、そこまででもなんか詳しく聞いちゃうんだと思って、聞いてどうすんだろうと思って。確かになんかどっか共通点を見つけて、あ、誰誰知ってますみたいな。そうです、なんかそこで話を盛り上げようとするけど空回りしちゃった的な方なのかな。でも答えないわけにもいかないし。そうだよね、気まずくなるもんね、答えない。そうですね、いやちょっとそれはって言えないから、うん、結果言うしかないじゃないですか。そうだね、いやちょっと事務所の方でつって事務所 NG でって。いやそれは言えない。そこからまた広げられると思う。どういう事務所にどういう活動をしてるんですか。ちょっとうざくなってくる。そうそうそう、本見ちゃう、美容室行ったら。俺さ、ちょっと普通の姉さん美容室行ってさ、どういう風なのこれ知らないからさ、はい、まあ本もないし、
本見る？いや美容室行ったらさ、本置かれてるじゃん。あ携帯見てる、本見てる、それ寝てる。いや、寝はしないですけど、うん、いやでも雑誌置かれるんで、とりあえずそれ見るしかないですよ。でもさ、担当来るまでさ、指名してなかったらさ、ドキドキするじゃん、ね、誰なのかなって。例えばさ、パッて入ったとこだったら、まあ、そういうのないかもしれないけど、もしあるとしてもね。でもなんかあんまり新人っぽいのはちょっと。何で見極めるの？見た目？そうですね。すごい若そう。見た目若く見えてもすごいさ、ただ動画のだけかもしれない。いや、まあそういう人もいますよね、うん、すっごい派手なさ、まあ髪の毛ピンクとかさ、すごい派手な感じのおしゃれ系原宿みたいな人が、女の子のパターンね、はい、担当します、今日は〇〇ですみたいな感じで来るとしますよね、はい、それかめっちゃギャルの、まあ、ちょっとツンとしたギャルのなんかなんだかですみたいな感じで来たら、どっちがいい？どっち、それか結構年配の人とか。でも年配の人の方が重ねてるんで、まあ、上手いっていうか技術はあるのかなって思っちゃいますけどね、若い人よりは。ああ、そうか、技術的なところ。技術的に言うと会話が、なんか何喋っていいか分かんないとか別に関係ないってことだよね。うん、それなら技術あるか技術なくて会話面白いだったら、技術あって静かな方がいいかもしれないです。ああ、まあ確かにそうだよね。の下手くそよりは、うんうんうん、すごい切られすぎちゃったりしたことあるんで。で、どうしたの？何センチぐらい、いやだけどもう取り返しつかないから。あ、それ何てことだったの？大丈夫ですかとか、いやなんか前髪を、うん、切ってもらって、うん、で、いつも流してるんでって流せるようにって言ったのに、はいはい、なんか気づいたらもう眉毛ぐらいの長さになってて、それで多分あっちもあ、やばいと思ったんですかね。一瞬感じた、その空気感。うん、感じて、それ私も雑誌見てたんで全然見てなくて、その今どういうなってるかっていうのを、はいはい、気づいた時にはもう短くなってて、あみたいになってて、うん、そしたらちょっと揃えますねとか言って、したらもうパッツになってたんですよ、気づいたら。もう流すとかじゃなくて、流すどころじゃなくてもうパッツになっちゃってて、もう取り返しつかない。似合ってた。いや可愛いですそれとか言われたけど、私は絶対パッツはしたくなくて。ああ、嫌だったんだ。うん、そう、小さい頃しかやったことないんで、うん、ずっと流してたんで、ちょっとパッツやんの勇気あるじゃないですか、いきなり。そうだね、確かに。で、やりたくなかったけど、もうなっちゃったから、とりあえずその日はそれで帰って、で、あと伸びるまでずっと前髪アップにしました。ああ、そうかそうか、なるほど。とりあえず伸びるまで頑張って、うん、前髪アップにしたり、なんか反対から髪持ってきて頑張ってなんか隠したりしてて、そうなっちゃうよね。うん、それでごまかすしかないもんね。それちょっとびっくりしましたよね。焦った？いやー、焦りました。ちょっとこれからどうしようと思って、うん、その時はもう、いや似合ってますとか言われたんで、あ、どうもとか言って苦笑い。多分その人若かったんで、多分ぼーっとしてたの。いや、どうしたんですかね、何も考えてなかったんですかね、うん、なんかなんとなくいつも流れで切っちゃった、うん、そしたら、あ、やばいみたいな、うん、感じ取って、まさかのパッツみたいな。それやばいやつ。そこでやめるかなって思ったら、もうまだ切るみたいな。でもそのさ、パッツになっちゃったのをパッツにならないように見せるように、なんかごまかしたんだよね。違うのか、まだ攻めてた。いや、もう短くって、もうどうしようもないから、結果パッツみたいな。パッツの長さを無理やり斜めにやってますみたいな感じだったんですよね。ああ。それで、さすがにそれ無理あるっていうか、もうそれちょっと、うん、無理あったんで、うん、それをもう全部真ん中に持ってきて、うん、本当のパッツみたいな感じになっちゃって、うん、ああ。てかもうそれしかないと思って、多分その美容師さんもやったんだろうけど。そうだね。もうそれ無理だね。うん。もうどうしようもなかったんですよね、結局。で、大丈夫ですかって言ったけど、大丈夫って言うしかないじゃないですか。ダメって切ったのつけれないし。そうだよね、ダメって戻せないじゃんと思って、切っちゃったのは長、ね、いのはいいけど、うん、だからもうあんまり諦め、うん、その時諦めしかなくて。そっか、そこであれか、ある程度ちゃんと年齢が、そうですね、あんま若い人だとダメなのかなと思っちゃって。そうか、若い方が今風のなんか
やつは分かってるかもしれないんですけど、やっぱりちょっと技術っていうか、そう、その子の子好みになっちゃうから多分このその子の好みだったんだと思います。そうだよね、女の人だったんですけど、多分その人はそうしたかったんですよね。そうだね、だ結構美容室行ったら服装とか見たら大体この人こういうの好きなのかなってちょっと分かると思う、若干。いやでもそんな短くはしたくないって言ったのになと思って。忘れてたんじゃない？忘れちゃったの？ちょっと紙に書いとけばよかったかな。ちょっと紙に書いて、紙に書いて貼っとけばよかったですかね、鏡とかに。回転寿司的なやつ。そうそう。忘れちゃった。だからなんかもう切るのも5センチって言ってもなんかもうその倍以上切られちゃうんで。そうだね。なんかそれは何回も何回かあって。同じとこまた違う人なんですけど、まあ、また若くて、はいはい、やっぱ女の人で、はい、5センチぐらいって言ったのにもう15センチぐらい切られてて気づいたら、はいはい、めっちゃ短いんですよね。それも大丈夫ですかって言われて大丈夫じゃないけど大丈夫って言うしかなくて、そうか、そういうトラウマがあるんだ。なんでちょっと